南日本新聞の鹿児島ユナイテッド FC 応援番組 With You です。案内役のヒロニーです。今シーズンの J3 はユナイテッドが7位という順位で終わりました。目標の J2 昇格とはいきませんでしたが、来シーズンはまたすぐにやってきます。新ユニフォームが発表されるなど、クラブではすでに準備が進められています。今日はユナイテッドの徳重代表が南日本新聞社に表敬訪問してくださるということで、私も同席したいと思っているのですが、今シーズンユナイテッドを応援して盛り上げようと始まったこの動画ですが、まだまだ再生回数も伸びず、力に慣れているのかという不安がないというわけでもありません。なので動画をやってるだけで表敬訪問に同席させてもらえるというのはちょっとどうかなと、ちょっとおこがましいんじゃないかなと思いまして、今回は徳重代表にこのチャンネルがちゃんと認識されているのかということを、私が同席できるかどうかの条件にしたいと思います。表敬訪問はこれからこの部屋で行われます。僕がこの部屋に再び戻ってこられるかどうか祈りながら別室で待機していたいと思います。今シーズン動画を見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。今回もユナイテッドを応援する気持ちが高まったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さすがに知らないってことなのかな。さすがにって言ってハードルを上げるか。お世話になります。めっちゃお世話になります。釣りもね、ああいいんじゃないですか。釣りね。釣りコーナーに出していただくっていう。はい、すいません、今シーズンもご支援いただきまして本当にありがとうございました。お疲れ様でした。結果は厳しいシーズンとなりました。中学は4がよくわからないだろう。そうですね。なんか。ホームで勝てなかったこと、まあ、敗したことと、やっぱりおしゃれに我々で下のチームですね、に勝てなかったというかですね、8敗ぐらいしてますので、この辺りが、ね、本当に良かったなと思う。ヒロニーの存在は知ってると思いますか？知ってるはず。はず。多分。自信なくなるけど。多分。存続に関わる。来年のですね。出演者交代と。合格ですよ。個人合格。今週はホームゲームで勝った日はMVP。はい。もうご協力いただいてありがとうございます。もうあれで結構サポーターの方のコメントがたくさんありましたので、はい、あれ私たちも見てて非常になるほどなというのを、結構いろんな選手をやっぱ見てくれてるというのが、非常にこちらとしても楽しかったんですけど、我々もそういうやってる資産のこうプロジェクト中も作ってですね、いろいろこう盛り上げられないかなと思って試行錯誤してるんですけども、まあ、今社員の YouTuber っていうのがありまして、ヒロニーっていうのが大事ですか？どんどん言ってます。飲みながら語るやつじゃないですか。いや、ちょっと違うんですけども、ちょっと違うかもしれないけど、あ、どうも。お越しいただいてありがとうございます。ご認識いただいてたおかげで同席させていただきました。ありがとうございます。辛口コメントがいつも。今シーズン振り返ってっていうところをちょっとご感想を伺いたいなと思います。本当に優勝と昇格を期待されておきながら、それが達成できず、本当に悔しいですし、皆さんに申し訳ないなというシーズンでしたけども、彼の課題もはっきり分かっていますし、まあ、そういうこういう中でも本当に多くの方に支えていただきましたので、まあ、結果でですね、答えられるようなチーム、そしてクラブを作っていきたいなと改めて。
須藤さんもお願いします。今シーズンは特別なサッカーを頼ますが最初に掲げてて、やっぱり鹿児島の人を言うとにこんなサッカーあるんだっていうことで、はい、特別感をすごい出すっていうところでスタートしたので、僕らもすごいワクワクしてて、まあ、そんな中で、まあ、いろんなこう会議途中で対応されるっていうのもあって、まあ、そこで何とかこう頑張っていこうと思ったんですけど、まあ、結果こう7位っていう順位を取っちゃったんで、まあ、僕らも悔しいし、サポーターの皆さんも絶対この7位っていう順位は満足してないと思うんですよ。ただ来シーズンっていうのは今この7位という順位しか受け入れて、やっぱりこう鹿児島のサッカーはこうだよねっていうのを自分たちがこう明確にして、ワクワクしてもらえるような試合をずっとしていきながら絶対優勝して絶対にこう勝負してもう一度あの舞台に行きたいなと。その僕はあの綱森さん の, あのポジショニングを見てて、鳥取戦の開幕の時に綱森さんの左サイドに逆のもう結構右サイド寄りのとこまで絞りながらポジションを取って、うわすごいこれが偽サイドバックっていうのかなっていうのを鹿児島で見れたのがすごいワクワクしたんですね。そうですね、普通のサッカー の, このセオリーというかポジションっていう概念を覆してたんで、あの監督は。なるほど、スペースとタイミングがあればそこに入れってこう、プレスターが監督ですし、そこをやっぱり知ってくれてるっていうのは、あいやめちゃくちゃこうやっぱサッカーやってるとしてはありがとうございます。結果もなんですけど、やっぱりそういうところが本当その特別なっていうところが詰まったと思います。うん、ね、須田がね開幕戦でシュート決めしたら違ったと思う。なるほど、7分ぐらいで、はいはいはい、あれで勝ってれば今シーズンこう、あそこに2点目はちゃんと取ってからみたいな、そういうのが多かったですね。これポジションの概念を覆すようなああいうのをこう入れ込むトレーニングがすごい大変だったんじゃないですか。本当ハードワークが求められてたので、ああやって普段のポジションから仲間をサポートしに行く動きが今までのサッカーのスタイルとプラスされるんで、本当に疲れがすごくて、練習とかでみんなも酸欠になるぐらい走らないとあれが成り立たなかったんですよ。そこをアーサーパパスのモチベーションをこう保ちながらみんなやってた部分はやっぱあったので、あのその魅力を追求する、まあ、今シーズンのようなサッカーを来シーズンも追求していくというような形になるんですか。そうですね、だから魅力あるサッカーで勝つというこの2つのことをやっていかないといけないんだけどね。ただ勝つじゃなくて、そういうことを我々クラブとしてはもう常に目指しているんですけど、じゃあ魅力的なサッカーって結構リスクもあってですね、はいはいはい、例えばサイドバックがシュート打ちっていうことはそこのポジションを空いてる状態ですから、そういうリスクもあって、もちろんそういうことは把握はしていて、これをこうじゃあ恐れてやらないとなるといつまでたってもできるにはならない。我々ですね、チャレンジはしていますね。次のもう監督の目星とかって目星ついてるものなんですか。まだ決まってはいないですね。塩宮さんではないことは決まっています。あれ来ましたね。期待してたのに。大観衆、4000人、5000人の観衆の前でサッカーができる魅力っていうのを体感されているとは。高揚感といいますか、自分で持って試合 の, このモチベーションを持っていってる中でも、さらにこのプラスでこうサポーターとかのいう応援だとか手拍子とか惜しいシーンで盛り上がったりとかってするした時に、なんかこうきつくてもやらなきゃってなるし、2対0で例えば負けてて2対1になった時に喜ぶけど、さらにこのあもうまだいけるまだいけるっていうこの力を僕らは本当にもらえてるんで、そのハードワークを後押しできる。確かに怪我しないように。そうですね、怪我しないように。無事表敬訪問に同席することができました。徳重代表と砂森選手と並んで話をすることができ、かなり楽しい時間を過ごさせていただきました。本当にありがとうございました。個人的には砂森選手が白波スタジアムをホームにサッカーができるところの強みを語っていたところ、鳥肌が立つぐらい感動しました。残念ながら僕に来季の監督の座は巡ってきませんでしたが、来シーズンも皆さんと一緒にこの動画を配信しながら応援していきたいと思います。決まれ！ユナイテッド！